改札口ホーム円形。駅入り口は右側にある、藤沢本町駅は、神奈川県藤沢市藤沢3丁目にある、小田急電鉄への島線の駅である。駅番号は、尾江12。藤沢駅が、藤沢塾の南側に離れて設置されたのに対し、当駅は、藤沢塾の西端、旧東海道のすぐ北側に設置されている。 東京箱根間往復大学駅伝競争のコースが、当駅近くの県道30号を通ることから、2004年から2007年1月2.3日に、箱根駅伝応援号が、東京メトロ千代田線大手町藤沢、箱根湯本間に運転され、藤沢駅編成が当駅に停車した。なお、当駅の駅名は、藤沢本町と読むが、駅南側の住所は、本町と読む。 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。駅舎、改札口は1番線側にあり、2番線へは、古線橋を利用する。ホーム庁が4両編成までだった1970年頃までは、古線橋がなく、改札口前に2番線へ渡るための校内踏切が存在した。2012年7月頃に、行き先案内表示装置が新設された。 駅名表は2016年9月に LED 照明付きのものに交換された。なお、それと同時に駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更、統一され、駅名表も含め日本語とハングルを呼び中国語兵器のものとなった。主要駅以外での駅名表新型化で多言語付きの駅は初めてとなった。改札前広場には 売店オックスショップが併設されていたが、現在は、撤去されている。乗り場は東側を一番ホームとして、下表の通りである。階段、エレベーターに近い乗車位置、一番線、一号車、三番ドア付近改札口、二番線、二号車、四番ドア付近エレベーター、三号車、四番ドア付近階段列車は6両、編成です。出口は一箇所です。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、 下表の通り、当駅開業当時は、旧藤沢塾から藤沢駅周辺へと商業の中心が変わりつつある頃であった。当駅の位置は、町外れではあるが、国道467号線の前身である、滝山街道、厚木王冠が分岐する要衝でもあった。開業前から旧青少南中学が存在しては、いたが、 街道沿いから少し外れると、人家もまばらで、駅北部の白旗川沿いは、水田が広がっていた。日中戦争の時期に、日本成功の工場進出、大戦末期に、藤沢飛行場の建設といった変化はあったものの、戦後しばらく街道沿い以外田園が広がる状態が続く。神武景気の頃より、南側から宅地化が進行し、当駅を飲み込む。 1960年には、全港駅が開業し、北側からも宅地化が進む。1966年に、全港団地が完成する頃まで、駅間の水田がほとんど残っていたが、70年代に、入って間もなく、町銀による分譲住宅開発で姿を消した。1975年頃には、現在に近い街並みとなる。中高層住宅と、 低層住宅が混在する住宅地となっており、駅周辺や国道467号、県道沿いに商店が立ち並んでいる。駅周辺に数カ所の無料駐輪場が設置されており、平日の朝は自転車を利用する通勤通学客が多い。また、周囲に高等学校が多く立地していることから、当駅で下車して通う高校生が多い。 しかし、改札口は一番ホームの南端に一箇所しかないため、大変混雑する。かねてから地元では、西口側への開設を要望する声があり、藤沢市では当駅西側に並走する市道藤沢652号線、改良工事の一環として、無料駐輪場に代わる、有料駐輪場整備、当駅車の強調化を含め検討が進められている。 いずれの系統も、大町バス停が、最寄りとなるが、藤沢駅北口を出発し、県道43号線交差点で右折、市道藤沢652号線藤沢石川線を、北上する系統に限りロータリーに乗り入れる。その逆方向となる、藤沢駅へ向かう系統を含め、他はすべて県道43号線上の停留所を、使用する。 会議録の検索藤沢市議会記事本文の出典利用状況の出典。ありがとうございます。